絶望名人カフカの人生論、柏木弘樹さん編訳より抜粋してお届けします。第4章、自分の心の弱さに絶望した。20、強さはなく弱さはある。僕は人生に必要な能力を何一つ備えておらず、ただ人間的な弱みしか持っていない。八つ折り版ノート。体のことだけでなく、心の面でも能力の面でも、カフカは自分の弱さを強調します。八つ折り版ノートというのは小型のノートで、カフカはこれに短編小説や発想の断片などを書き連ねていました。そして日記代わりにも使っていました。これもそうした日記的な記述の一つ。人生に必要な能力とは、仕事で成功する能力、人と交際する能力、結婚して家庭を作る能力など、要するに社会に溶け込んで折り合いをつける能力のことです。カフカはそうした能力に欠けていて、その代わりに弱さだけは人一倍持っていました。彼はそのことを嘆いていますが、では本当は強くなりたかったかというと、それは疑問です。父親のように社会でたくましく生きていく人間を彼は軽蔑もしていたように思います。同時に憧れ尊敬もしていたとは思いますが、少なくとも自分自身はそんな人間にはなりたくなかったでしょう。妙な言い方ですが、カフカは自分の弱さにプライドを持っていたように思います。ただその弱さに苦しめられ続けていたことも事実ですが。お聞きいただきありがとうございます。青空エリネチャンネル登録よろしくお願いします。